おはようございます。こんにちは。こんばんは。みんなに楽しさと癒しを提供して心から元気になってもらいたい、おとなしくるみです。今日もやっていきますよ、マインクラフト。まだスコップはあるし、このまま行こうかな。今日も京都でね、土を掘っていくよ。掘っていくところから始めましょう。あ、鉄がある。ちょっと鉄は、鉄は取っておきたいな。やりすぎた。暗くなってきた。だいぶ暗くなってきた。もう寝れる。もう寝れる。寝れる。ほい。あ、まだ寝れない。寝れた。よかった。引き続き、ここをね、あともう少しだから。もう少しで完全な、平地になるから。さらちにね。おや石炭拾えてない。あともう少し。ああ、まだ。まだあった。よかった。さあ、最後だ。そして、鉄を掘り。ふむ。ぽい。あれ。ぽい。よし、できたー。できましたよ。ついに、広い平地が、できた。わーい。いいね。なかなかの広大な、場所ができた。よ。うん。じゃあ、そうね。ちょっと、湧き潰しを、したいのね。まあ、そうだ。松明置いていこうかな。松明ない。うん。持ち物整理しよう。こんなもんでいいかな。この石炭をすべて、なんかないかなって思ったけど、何もなかった。松明に帰る。でね、ここが全然あれだから。あ、ここサーマスだ。あ、ここはサーマスなんだ。ここだけサーマス。へぇー。何かの間違いだよ。まあいいや。多分家の前で、そう。4にできなかったのかな。いやー、ずれてるようにしか見えないんだけどな。まあいいや。湧き潰しが第一。だいたい4。だいたいというか、4マス。ここ。合ってるよね。暗くなった。寝よう。よし。そうで、まあ、またこんなに松明。簡単でいらないんだけど。いらなくなると思うんだけど。まあ、ひとまずね。ここ。よし。なんか草があるとずれがちになりそう。なりそうで。でも、もう分かってないもん。ここのラインね。まあまあ、ここまでね。違う。よし。おー。なかなかの眺め。よし。これで、広い場所ができましたね。あー、よし。まあ、ここにね、ちょっとしたものを建てていきたいなと思います。まあ、それは次回で。一瞬びっくりするんだよなー、これ。置いたの私なんだけどね。畑をね、どんな感じにしようかなーって感じで。前はやってたんだよね。どんな感じがいいかな。ここのね、謎の水路。ここはこうなってて、こうでしょ。多分ここは限界のはず。まあでもね、同じ高さならね、実はどこまででも伸ばせるんだよね。実は。今更なんだけど。やりたい感じでやると、ちょっと鉄がないので、鉄をもらって、バケツをね、こう、バケツを作り、どうしようかな。小麦はいいよ。パンもいいよ。こんな感じで、で、まあ適当にね、水をね、すくいます。そして、流します。
そうするとね、次第に水の、間違えました。こうね、止まってね、普通にお水が、なんていうのかな、水源ができるの。こんな感じで、はい。とすると、まあどこまででも掘れちゃう。実はこんな感じでね、これは流れを見て楽しむものみたいな、この状態でなんかやるのはね、うん、たまにはそういうのあってもいいと思う。見栄えはいいと思う。寝る寝る。よし、そんなわけでね、まあもうちょっとだけ、ちょっとだけ手入れよ。これなー、これなーこれはなんだろうね、なんだろうね。ここをちゃんと流れにするなら、まあそうね、まあひとまずこれはこうかな。でもここの流れがなんかおかしいから、こう、あ、これでいい感じっぽい。うん、いいね。ここをね、そうね、どうしよっかな。うん、ねえ、もしこう、草こんな感じかな。ここどうやって取るつもりなんだろう。どうやって取るつもりなの私、この部分を。収穫は漏れなく踏んづけちゃいそうなんだけど、こてか絶対踏んづけるでしょ。ひとまずは、まあ、ひとまずそんな何かね、作りたいみたいな。多分こっちを収穫することはない気がする。完全に見栄えになっちゃいそう、ここは。でもこの辺りは収穫するかな、しやすそう。こっちはしやすそう。いや、そうか、本当にそうか、そうでもなくないか。壊れたなら仕方ないな。ちょっと思いついたことがやりたいんだけど、ここを掘ります。そしてここを開放します。イエーイ。なんかよくない、なんかよくないこれ。しかも登れる。いいな。ここに植えるともっといい感じになると思う。さっきの、だからね、さっきのね、水を増やしていけばこの辺もちょっと無限に伸ばせちゃうっていうね、感じです。はい、そんなわけでね、今日はついにサラチンが完成しました。次からはなんか立てたいと思います。というわけで、ここまで見てくれてありがとう。おとなしくるみでした。またねー。